組ほど、7番のオールパルフェ、14番のユリーシャ、4番手のインコースに5番シングザットソング、外からタモーブラック対セッション、さらには18番ダノンタッチダウン、直線コースに向かいました。前の争いですが、横に広がってオールパルフェ、内からフロムダスク、間をさばいてタマモブラック対タマモブラック対先頭に変わりからダノンタッチダウン、さらにシャンパンカー、大外からオーバンブルマイが襲いかかるぞ、横に4頭が広がった、外からシャンパンカーと10番オーバンブルマイ、シャンパン来た、シャンパン、シャンパン来た、対は遅れた、シングあかん、シング来てない、シャンパンカー、あシャンパンからオーバンブルマイ、襲いかかるはウンブライル、11番のシャンパンカーにウンブライルが詰め寄ってゴールイン、最後はこの2頭、シャンパンカラーか。NHK マイルカップ、 NHK マイルカップ、あかんかったわ、あかんかったけど、あれだってシャンパンカラー、あれほんまに来てくれたわ、あれびっくりしたわ。あのシングザットソングはな、全然あかんかったけど、シャンパンから来てくれたから、あれでもほんまクルゼイロードスルー走っとったら、あれ俺取れとったんじゃん、あれロイ君なあ、クルゼイロードスルー走っとったら、そりゃタラレバな、タラレバは絶対競馬言うたらあかんねん、タラレバ言うたら絶対あかんねん、わかんねんけど、まあしゃあないな。せやけどあんたも、あれ8枠、ごっついあれ見せ場作っとってん。ほら、正直あれ、直線向いた時、あんた当たった思ったね。直線向いた時は。まああんたも、かなりの見せ場今回は作ったわ。俺当たった思った。まあええわ。次。ビクトリアマイル、また東京の戦六、これもなあ、あの NHK マイルまでとは言わんけど、割と荒れるんよ、割と荒れるんよ、これも。そういうの聞いてる？聞いてる？割と荒れるから、あんたも思い切ってアナウンは狙ったよろしいな、よしよし、うん、よしよし、よしよし、まあまだちょっと時間あるから考えよう、一緒にな、はいはいはい、よしよしよし、よしよし、はい、皆様お疲れ様でございます。今週はビクトリアマイルということで、ワイド1点、1万円、頑張っていこうかなと思うんですけども、まあ、このビクトリアマイルもですね、まあ、先週とまではいかないまでも割と荒れる、割と荒れやすいレースでございまして、まあ、過去見ても結構荒れてるんですけども、まあちょっと一筋縄ではいかないレースということです。1番人気は2番スターズオンアース、非常に強い馬なんですけれども、桜花賞以来のマイル戦、ということになりまして、ここ3戦が2400、2000、2000の G1 レースです。しかも3戦ともですね、半馬身程度ですけども、これ出遅れております。これを見ていただきますと、この馬どうしても最初の1冠歩目、これ小さく出てしまいますので、その分少しだけ出遅れてしまうというような状況が続いております。2000m のレースであれば道中でカバーが効いて問題ないのですが、今回はペースが流れるマイル戦、加えて内枠、同じように出遅れてしまうと道中でカバーできる余裕も少なく、内から外へと切り替えてからの追走ということになりますので、距離ゾーンも大と。
おそらく4コーナーでは大外から追い込む形となるでしょうが、合脚を見せるも届かずと予想して今回は消しということで行かせていただきます、ということで持ちは持ちや、マイルはマイルや、ワイド1投目はマイルで4勝、16番ソダシということで行かせていただきます、こちらは対照的に抜群のスタートセンス、そして操縦性の高さ、何よりマイル戦で持ち時計1分31秒1、これは出走メンバー中ダントツのナンバーワンでございます、昨年秋にはボバ相手のマイルチャンピオンシップでも3着に奮闘、今回は牝馬限定戦ですから、ハーだけゲートでぶつけてハーだけ折らなければ連覇達成目前ということで、ございます、ということでワイド1点1万円、ソダシの相手に選んだのはこの馬です。ということで相手は11番ナミウルで行かせていただきます。ナミウル自身の全3勝はマイル、東京も1110で副勝率 100%、 オークス時426キロだった馬体は昨年の秋に446キロまで増加、休み明け東京新聞杯2着を叩いて今回はおそらく450キロ台で出走をできるんじゃないかということで、陣営もですねいい筋肉がついてたくましくなったと、目を細めて、おります。思い返せば阪神、ジュベナイルフィリーズ、桜花賞ともに一番人気に押された実力は、敵距離の牝馬限定戦で鞍上には若武者横山武史騎手、プラス材料目白押しで初 G1 制覇を目論みます。いいじゃん、よしよし、あんたちょっとずつちょっとずつ良くなってきたね、姉ちゃんな、もうちょっと頑張りやな、よしよし、ね、ちょっとほらちょっとだけロイ君がな、会いたい言うとからあんたに、ちょっとだけドア開けてみるからな、ちょっと待ってな、よし、はい、ロイ君、よし、とりあえず4枠からもう1、2、3番人気ぐらいに流しとこかな、なんでそれのワイドフォーメーション、ということで、僕が11番ナミウルと16番ソダシのワイド1点、ロイ氏が4枠からのワイドフォーメーションということで、ぼちぼちどっちか当たってください、ということで、皆さんもぜひ、的中目指して、頑張ってください、どうもありがとうございました。